札幌北方面で行きたいラーメン店5選。今回は札幌市の北方面、札幌市の北区、あるいはですね石狩市方面で行きたいお店5店となります。今回ですねパート3となりますが、今まででね一番いいお店揃いかと思ってますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。はい、まず最初はですね、この雪のちらつく中ですね、札幌を代表する味噌ラーメンといえばここ純連、北区のですね北31条の石狩街道沿いにあります。食べたのはですねまかない丼セットというメニューで、味噌ラーメンとねチャーシュー刻んだものと、生姜たっぷりのミニ丼になります。でこのスープなんですが、すごい熱かったイメージがあるんですけど、湯気とか上がってないなというふうに、見えますが、ここのスープね実はやっぱ熱々で、ラードみたいなものでねうっすら膜を張ってるのか、食べ始めるとね汗をかくほどね熱々です。私ねそういうのが好きなんですが、で味噌ラーメンはですね、超濃厚のこうイメージをね持ってたんですけど、最近私もねいろいろとラーメン食べ歩きしていると、決して濃厚すぎるわけではなくてですね、くどすぎないね、なんかこう完成度の高いラーメンだなと、改めて思った次第です。でお店さんのサイトを見るとですね、味噌ラーメンが創業当時からね変わらぬ製法で作ってるということで、純連をね代表するあのラーメンなんですよと。で生姜を加えることで、さっぱりしたね後味に仕上げてますというふうにも書かれてました。はい、このねミニ丼、生姜たっぷりでね、ちょっとね生姜の辛さがすごくね、効いてるようなご飯でしたが、このね味噌スープにつけて食べるとね、これもまた非常に美味しかったです。札幌はですねラーメン店たくさんありますが、その中でもねまた来たいと思うお店ですし、旅行などでね北海道を訪れた際にはぜひ候補にしてほしいお店となります。続いてもね有名で人気店、ラーメン新源花川本店になります。こちらはですね札幌市北区に隣接する、石狩市の花川南1条1丁目にあります。今回食べたのはですね辛味噌ラーメン800円というものなんですが、まずね丼がでかいと。で濃厚でですね辛さもあるんですが、こちらのね味噌ラーメン全体が、ちょっとね甘さも感じるような、味噌かなというふうに個人的には思っております。こちらもね非常に熱々で、具材はですねネギとチャーシューとねメンマと、シンプルながらもですね、やっぱりいつも並んでる人気店っていうのがね分かるなというね美味しさなんですよね。でラーメンもねもちろん美味しいんですが、今回ねびっくりしたのがこのミニチャーシュー丼ですね。何度かラーメンはね食べてたんですが、ミニチャーシュー丼って初めて頼んだんですよ。でこれはね香ばしい香りでね、まるでね十勝の有名な豚丼店のね豚丼食べてるような、感覚でしたね。卵をねつけると非常にまた格別で美味しくてですね、でこれ一応400円だったんですが、ただねミニチャーシュー丼っていう名前なんですが、全然ねミニとは言えないような大きさでした。はい、この餃子の方はですねこちらはちょっと普通でしたね。こちらの新源さんですね、店内はねかなり広いんですが、私はね今回1時半頃に行ったんですが、やっぱりその時点でもね少し並んで待ちました。お昼はですね、14時半頃までやってるということなんですが、ひっきりなしにねお客さん来てましたね。で大体そんなに並ばず食べるんであればですね1時半から2時ぐらいであればね比較的スムーズに入れるのかなというふうに思いました。はい、ということでこちらはねラーメン新源さんでした。続いては麺屋みやび石狩本店となります。石狩市万名黒2条1丁目、道道石狩丁寧線の先ほど信玄さんとですね同じ道沿いで、石狩市役所のそばにあります。
ここのメニューでですね、目を引くのが焼きラーメンということで、特製のラードで味噌を炒める焼き味噌というのとですね、中華鍋で醤油を焼いて香ばしさのある焼き醤油というメニューがあるんですね。で、今回私が食べてるのは焼き醤油なんですが、このスープがですね、本当にうまいですね。もともとスープね、少なめだと思うんですが、最初にね、スープをこうね、何杯か飲んじゃうんで、ね、なんかだいぶスープが少なく見えちゃってますね。はい。で、ここの麺はですね、自家製の縮れ麺ということで、製造後、5日から7日熟成してるということで、もちもち弾力ある食感が特徴ですよというふうにも書かれたんですが、まさにね、本当にそんな感じの、麺でした。で、今回チャーハンとのセットにはね、卵がついてなかったので、これ卵はトッピングしたんですが、このね、煮卵がね、なんか色もね、すごく味染み込んでてね、美味しそうに見えるじゃないですか。で、これ実際食べたらですね、こんなに卵で甘いんだと思ったのはちょっと初めてでした。非常に美味しい卵でしたね。はい、ということでね、ここのメニュー、今まであまり焼き味噌とかね、焼き醤油という、ネーミング自体ね、あまり聞いたことないと思うんですが、非常にね、美味しいラーメンですので、この北方面来た時、バンナグロ、石狩市役所のそばになりますので、ぜひね、行ってみてはどうでしょうか。はい、続いてはラーメンしょうちゃんちというね、ちょっと可愛い名前のお店になるんですが、北区篠路4条5丁目の8丁目通り沿いにあります。頼んだのはね、味噌ラーメンになりまして、こちらね、濃厚ながらもですね、非常になんか飽きない感じな味でした。ちょっと私のこの表現が合ってないかもしれないんですが、この味噌のスープがですね、まるでこうなんか大根みたいなものが入ってるかのような、ちょっとね、こう荒ごし味噌というね、そんな言葉が合いそうな、そういう感じに思いました。地元の仲間もですね、どこのラーメン好きって話になると、ここのね、篠路っていうのが地元なので、結構ね、ここのお店をあげる人も多いんですよね。はい、ということでね、地元民に非常に人気のあるお店だと思います。で、今回ですね、初めて生姜をトッピングしてみました。なんかね、生姜ってこう風邪の予防とかね、健康にも良さそうですし、ちょっとしたね、味変も楽しめました。だいぶね、ちょっと生姜の塊のところをね、そのまま麺食べてしまってね、結構本当に生姜味だったんですけど、生姜っていうのは非常にね、体に良さそうな気がしてます。はい、ということで、このラーメンしょうちゃんちも非常におすすめのお店です。で、最後にですね、これ自家製のプリンということで頼んでみたんですが、これね、卵を使ってないね、プリンということで、非常にプルプルで甘さ控えめになってますのでね、濃厚なラーメン食べた後はね、こういうプリンってね、非常に嬉しいなというふうに思いました。最後はですね、昭和を感じる昔ながらのラーメンを食べたい人におすすめの店、元吉さんです。北区太平12条4丁目東8丁目通り沿いにあります。ここはですね、私の仲間がね、元吉で醤油ラーメンとチャーハンセット食べてみてということで来ました。このお店ではですね、前回あんかけ焼きそば食べたことあるんですが、そのあんかけ焼きそばね、すっごく美味しかったんですね。で、今回はね、醤油ラーメンということで初めてね、食べたんですけど、非常にね、こう優しいね、味わいというか、本当にね、優しい醤油味で、ラーメンのね、値段がなんと600円なんですね。これなんかもう安すぎますよね。で、こういうですね、昔ながらのね、素朴なラーメンってね、好きな人も多いと思うんですよ。で、このチャーハンも、ちょっと見栄えというかね、盛り付けとかはね、そんなに、いい感じには見えないんですが、だけどね、普通に美味しかったですね。
はい、まあこういうですね、昔ながらの素朴なラーメン出すお店自体がね、結構もう少なくなってると思いますので、まあ、こういうお店ってね、なんか非常に貴重だなというふうに思いました。はい、ね、こういう醤油ラーメン好きな方はね、ぜひね、この元吉さん行ってみてはどうかなというふうに思います。はい、ということで、今回はですね、札幌市北方面で行きたいラーメン店5選パート3ということで、ね、ご紹介させていただきました。まあ、この動画がね、良かったよということであれば、評価ボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。